野木望次は、日本の武士。野木稀助の父。国高は、初め八十国、後に百五十国。一時期五十国に元宝。小笠原流の松岡達方門人。後の長州藩主、毛利貞弘の性質、銀気の森役や、藩の書礼法師藩、藩公経行官の講師を務める。文化二年、野木宗家の文家である、長州藩士。 乃木望みだての四男として誕生。母は、小田原藩士、野村俊久の娘。なお、文家の乃木家も、じ位の家であった。文化六年、本家である、乃木金久の養子になっていた兄貴公の死去に伴い、その養子となって、乃木本家を相続する。文化十三年2月28日、深川三十三県道の投資屋をいこれを称した、藩主。 毛利元吉の命により、範囲を解かれ、六高八十国の大馬周りに編入される。後に、毛利元運の娘、銀気の森役となり、安政五年に一月の銀気と長州藩養子し、サダヒロとの婚礼一切を取り仕切る。同年二月、政務に関する、憲白書を提出したことで藩主の木に触れ、規範を命じられる。同年十二月、調布外浦に到着し、 平門百日と五十国への元禄を命じられる。平門が解かれて、あと、百国を救されて、再死し、長府藩藩校の慶行館で、藩主毛利元衆の養子、毛利元都市とその実定毛利元公に礼法を及び、武芸を授ける。元都市、元公兄弟が、長州藩藩校の明輪館に移った際に、同行している。慶応元年、藩主の部と対立して切腹した。 泉十郎の処置に立腹した長府藩報告隊の桂八一が脱藩して吉田中頓の騎兵隊に投じた際説得して帰還させている。明治7年に家族と共に東京に戻り東京の野木家と同居。明治10年10月31日東京で死去。野木大将辞席の経図参照。しかしながら野村氏は 同計図で1794年6月4日に死去しており、望み立ての5歳、吉村氏の娘の竹が、実母の可能性がある。ありがとうございます。